ちは。大谷翔平です。筑波の大谷翔平です。紙と薄い和紙のようなお紙を何層にもこう重ねて、破っていってこう図があるところを出していくという作品なんですけれども、額も、ね、オーダーメイドで楽天カラーにしてもらいました。そんな作品もありますので、後で近くで見てみてください。こんな感じでスタンプラリーもいろんなよろず屋さんにも来ていただいたりとか、隣の西沢書店さんとか、いろいろ町中が美術館になっていて、スタンプも楽しんでいただいていると思うんですけれども、今日はですね、2人のトーク、さっきもりょうくんからお話あったんですけれども、私たち同じ中学で、今までこう例えばなんですけど、なんかコラボレーションでこうなんか作れたらいいねというような話も年に1回こう会った時にしたりとかしてたんですけれども、なかなかそういう機会もなく、今回こうして筑波市で一緒にトークショーができることをとても嬉しく思ってます。よろしくお願いします。僕は昨日、仙台からトークショーのために来て、今日のお昼過ぎに、コシさんの、美術館周りというか絵が飾ってあるところを今日一緒に、拝見させてもらいました。3時まで絵を描いてらっしゃったんで、3時前に集合という話だったんですが、失礼しました。昼寝が長くなってしまって描いてるところは見れなかったんですけど、本当に皆さん見られました？見られてですか？まだまだやってるんで、ぜひ見てほしいなと思いますし、今日はさっき控え室でちょっとコシさんの作品のなんでダイヤキラキラというか、題名、コシさんの代名詞みたいな絵があると思うんですけど、描いてくれたんですよ。こんな感じでいいかな、見たいですか皆さん。すごいなんかコシさんの絵のそのダイヤとキラキラがすごい綺麗だなと思って描いてみました。驚かないでください。大変上手です。じゃん、ちょっとマジックでダイヤ描いてみました。へえ、そんな驚いちゃダメですよ。めちゃめちゃダメ出しされてます。この背景のこれは何だって言ってすごい言われたんですけど、薄いところと濃い色だって言ってました。これ後で飲み会でプレゼントで。で、そうですね。で、今日は、基本的にラフに、堅苦しくなく、やっていきたいと思って、僕はスポーツで、この立場まで来て、コシさんは美術の方でこの今の立場まで来てる中で、こうスポーツと美術とまた全く別の、世界で生きてきた中で、お互いにこう質問をぶつけ合ったり、皆さんからの質問に対してこう答えて、最後はみんなでこう写真撮ったり、時間があればサインできたり、していきたい、1時間にしていきたいと思います。お願いします。じゃあまずは僕から、質問していきます。僕11年楽天でプレーをして、今でもそうなんですけど、寝てる時の夢ってほとんど野球の夢を見るんですよ。 9割方ぐらい。たまにはベッドの上で立ってたりとか、すいませんって言ったりとか、もう一丁とか、もう一丁お願いしますとか、そういう寝言があったりとかするんですけど、僕は野球やってるからそういう夢をほとんど見るんですけど、コシさんの場合はそういう、こう書いてる夢をほとんど見るのかなとか、そういうのがちょっと気になって、一つ目の質問として聞きたいなと思いました。私の場合はですね、夢で見るってことはないです。なんですけれども、壁画とかになるとですね、8メーターぐらいのこう
まあ、画面に向かっていくんですけれども、納期がこう決まってまして、まあ、本当にいい絵でその8日間で仕上げられるかというのがとても不安でですね、逆に寝れないというような状態になってくるというか、いい絵がこう頭の中でイメージできるまでは怖くて寝れないというような感じになってきます。いつでもキャンバスってこう繰り返しがなくてですね、一見こう楽しそうにこう描いているようなイメージもあると思うんですけれども、それでそのイメージというのはとても嬉しいことなんですけれども、実はこうキャンバスが毎日こう新しくこう変わっていくというか、いつでもこう無のゼロからのスタートでまた新しいところに挑戦して、今までの過去の、まあ、作品よりもいいものを作っていかなきゃいけないとい う, こうそういう不安感に追いやられて結構寝れないことが多くありました。ありがとうございます、はい、じゃあ私からの質問なんですけれども、皆さんもこれはぜひ聞いてみたいと思っていると思うんですけれども、やっぱり11年間青春生活を、それを終えてご苦労様でしたとまずお伝えしたいなと思うんですけれども、で今子どもたちに、子どもたちの野球教室で、子どもたちとぶつかってると思うんですけれども、生活の中で変わったこととか、気持ち的にこう変化とかそういうことってありますか？なるほど。まず、今の仕事に野球を教える仕事について、まず感じたのが休みの多さにびっくりしました。本当に野球選手って休みがないんだなっていうのを現役の時は気づかなくて、本当にいろんな人から野球選手本当に毎日試合やって本当移動ばっかりで大変だよねっていう話をたくさんもらってたんですけど、でも当事者としてはそんな毎日ナイターの試合もあるし、午前中はフリーの時間もあるし、そんなにこう忙しいっていう実感がなくて、いざこう今の仕事について今週休8日ぐらい休みがあったりするんですけど、そのシフトを見た時にこんなに休みあっていいのっていうのが、第一印象で、やっぱりこう野球選手は大変な日常生活を送ってるんだなと思ってて、今はこう1億円を積まれても戻りたくないなっていう気持ちでいますね。ちょっとしんどいですね、生活に戻るのは。本当は大変なんですよ。パリーグの場合は楽天から収録で試合をやってて、でその1日が移動日になって、飛行機で札幌に飛んで夕方着いて夜飯食うだけが休みで、違う時にはまた福岡に飛行機で飛んで夕方着いて夜飯だけ食って休みっていうのが野球選手のこう、スケジュールなんで、なかなか1日休みっていうのは野球選手の中で月に1回あるかないか、またその1週間のこう成績が悪かったらその休みを利用してまたグラウンドに出て練習をしてってやるとほとんど休みがない生活だったんですけど、だからこそ今はちょっと戻れないなっていう気持ちですね。まあ戻るのはちょっと難しいなっていうのと、今の仕事をすごくやりがいを感じてて、今はまあ、もちろん仙台もそうなんですけど、仙台では8カ所から10カ所ぐらいスクールの場所を持ってて、あとは東北各地で1軒ずつやってるんで、それで今日は月曜日に秋田行って野球をしてて、で火曜日に岩手行って教えて、水曜日に山形行ったり仙台の違うところに行ったりっていう形で今はこう野球を教えている中で、年中さんの5歳児から、中学3年生まで、まあ、クラスを分けて、一番ちっちゃいクラス幼稚園クラスっていうのは1時間、まあ、ボールに触って遊んだりっていうゲームをしたり、低学年部門高学年部門、中学生部門っていう最後のクラスはもう2時間みっちりこうやったりするんですけど、やっぱり一番難しいのは園児ですね、はい、やっぱりもちろん野球選手をやってきて教えるいろんな練習方法であったり教える技術を持ちながらやっぱりそういうのを発揮できるのって大学生であったり高校生であったりなんですけど、その中で現役上がりからこうすぐにこう幼稚園の子にこう野球の楽しさを教えていくっていうのはすごい難しさを感じながら、どうやったらこう
園児がこう自分にこう心を開いてくれるのかっていうのをこう常にこう追求しながら、やってるところなんで、そこに今の仕事にこう楽しさっていうのは感じてる最中です。難しいんですよ、園児って本当に。本当に、まあ、逆に本当に中学生も難しいですよね。照れとか、ね、ちょっと反抗期が入ってきて、僕なんかこうやってやった方がいいよって言ってもその足取りしてちゃうんですよ。ちょ待ってよって言うで、こうで合わせてこんな感じで言っちゃうんで、でもいかにこう技術を教える前にやっぱりコーチとの人間関係をこう深めていかないと難しいですし、まあ今どきの子じゃないですか、みんなに対してやっぱりこっちがいかにこう合わせて教えていかないと、やっぱり野球も楽しいものも彼らも楽しく思ってもらえないし、だからそういう時でもこうちょっと、待てよ、そこ話ストップしてちゃんと目見て聞こうよって言うと、やっぱり向こうも壁作っちゃうんで、そこでこう行ってちょいでよって笑いながらこう肩組んで、そういう時でこうちゃんと聞いてよって形で少しずつこうコミュニケーションを取りながら、教えられるように今は心がけてます。ちょっと話飛んじゃったんですけど、はい、そうですね。じゃあ次の質問考えようかな。じゃあ、私の方からいきたいと思います、はい、ちょっとじゃあ幼少期の、お互いの、質問をしてみようかなと思うんですけれども、まあ幼少期というか、なんて言うんでしょう、そのプロ野球選手に、なるこう決め手というか、まあ、こういうことが一番のこうやっぱりそこまで自分を持っていけた何かなんだみたいなことがもしあればというかあると思うんですけど、教えてほしいです。そうですね、やっぱり自分で自分をこう成長させていかないと、一流にはなれないなっていうのを振り返ってみると自分の中で思ってて、もちろんこの子供たちにも素振りしてるかとかレギュラーになりたいかっていうことを問いかけるんですけど、その時はもう全員がこう手を挙げるんですね。甲子園に行きたい人って言えばみんなが手を挙げたり、レギュラー取りたい人もみんなが手を挙げるんですけど、それに対してじゃあそのためにどういうことをやってるのって言うと誰も手を挙げて答えようとしてくれないんですよね。やっぱり言うだけじゃなくていかにこう行動できるかっていうことが大事だと思ってる中で、自分は小学生の時からそれが振り返ってみるとできてたのかなっていうのを今思ってて、家に帰って素振りっていうのもやってたんですけど、本数を決めずに素振りをしてたんですね。一つその練習をするにしても何か自分の課題を持って今日はじゃあ遠めの球を打てるような練習をしようって中で、それがうまくいった時には素振りが10本で終わる日もあったりしたんですよ。で自分の中で練習をやっぱりクリアできたらそれが練習の終わりだと思ってたんで、それをただ1000本振ったり1万回振ったりそれで終わったって思ってる人だと、やっぱりそう自己満足でただ やったっていうだけでこう内容的には自分を成長できてないのが多分ほとんどの人じゃないかなと思うんですよね。だから子供たちに教える中でやっぱり明確な目標をスクールに来る前にも必ず今日はどういうことをうまくなりたいっていうのを思ってやるのと、ただ来て与えられたメニューをこなして疲れたのが自分がうまくなったって勘違いするなよっていうことは言うんですけど、そういうことを小学生から自分で分かってて、素振りにしても練習にしても目的を持って10分で練習を終わらせた日もあったし、3時間4時間も終わらない日もあったっていうのが、そういうことが自分で考えてできたっていうのが自分で自分を成長させながらプロに自分で上り詰めていったのかなと思ってて、まあ、もちろん僕は、まあ、中学校も軟式野球、八代中学校で野球をやって、もちろんプロ野球選手になる人っていうのはボーイズリーグとかシニアリーグっていうもうプロと同じボールを中学生から使って熱心に野球を教えてもらってプロ野球選手に近道だっていう選手が、プロ野球選手の中でも8割ぐらいはそうだと思うんですけど、僕はまた違った5、2割の方の普通に中学校野球の部活だけをやって、中学校の野球部も5人しか同級生がいないっていう中で1回も勝てずに最後の大会も終えまして、その後プロ野球選手で言えばやっぱりここら辺で言えば松尾学園に行ったり佐久長聖に行ってこう野球上手くなろう、プロにやっぱ近づこうっていう人が多いとは思うんですけど、僕の場合は
隣の公立校に、地元の公立校に行って、そこでも同級生が2人しかいなくて、この前の夏の大会も終わりましたけど3年生の夏の大会も長野県大会1回戦でこう負けてしまってっていう高校野球中学校時代だったんですけど、やっぱりそこでもいいとこに行って野球ってやるっていう選択肢はあったとは思うんですけど、そこに行ったから野球が上手くなるってことではないと思うんですよね。やっぱりいいコーチ、いい監督に出会ったから上手くなるってわけでもないと思うし、いかに自分の意識をこう上げながらやっていくかが大事だと思うし、そこにもう公立校に行ったから、シニアボーイズリーグに 入ってないからもうプロに行けなかったっていう、その環境だったりコーチ、指導者を言い訳にしてたら絶対ダメだと思うし、自分で自分を育てる方法っていうのは絶対あったり、その環境の中でどういう練習ができるか、最善を尽くす練習メニューを考えてやっていけば、全然その強豪校に行かなくても僕はプロ野球選手に近づく道はあると思うし、自分はそうやってプロ野球選手になったから、あまりこう松尾学園行ったり佐長聖行って明治や東海大学行ってプロに行ったのは、まあそれはやっぱり当たり前の野球選手だと思うんですけど、僕は違うところからルートから野球選手になってるんで、そういったことを示して、やってきた選手なんで、そういうことをやっぱり、子どもたちにもこう教えながら、環境でそう言い訳をせずに、自分でできることを探して自分で育てて自分を成長させてきなさいということを僕は常にこうこれからも教えていきたいなと思ってます。100点満点ですよ。そうですね、じゃあ僕からいきます。僕は今少年時代の話出ましたけど、僕は本当に野球が好きで、学校帰ってきてランドセルを置いてグラウンドに出て、壁当てをしたり、本当に家にいるのが嫌いで体を動かすのが好きな少年で、本当に見たままというか、スポーツが好きな少年というか、小学校6年生の時には、体育委員長をやったりとか、そういったもうザ・こうスポーツマンっていう感じの少年時代だったんですけど、逆にコシさんみたいなこう絵を描いてる人というか、本当にコシさんがどういう少年期というか小学生、中学生だったのかなっていうのは気になって。でも本当に肘田君と同じというか、違います、スポーツが好きだったんじゃなくて絵が好きだった女の子でした。なんですけど、別に絵だけじゃなくてですね、こう髪を自分で切ったりとか、なんかこう服をちょっとリメイクしてみたりとか、その想像することが好きだったというか、友達同士でこうもちろんゲームもやったんですけど、自分たちでこう体を使って遊べるようなゲームを考えたりとか、とにかくこう想像したり考えたりすることがとても好きな女の子だったなと思うんですけど、やっぱり何でしょう、友達に恵まれたというのがすごいあるかなと思ってまして、なんかこうみんながみんなこういろんなことを考えながら自分たちでこう楽しんで遊べるような友達に恵まれまして、例えばなんかお誕生日はもう絶対にサプライズで驚かせないと、もうなんだろう、罰ゲームがあるというか、本当にその子の誕生日になると、どんなサプライズでどういうふうにお祝いして、どういうふうに喜んでもらおうかっていうこととかも毎年毎年こう考えながらサプライズしたりしてくれたりしてて、毎年来るなって思ってるのに絶対こう驚かされるんですね。そういうなんかこう人を驚かせたいとか、こう喜んでほしいなとか、そういう気持ちを根付かせてくれたのはそういう友達だなというふうに思っていて、今でも絵描いてて思うんですけど、誰かの何かになりたいなと思ってこう絵を描いてるんですけれども、そういう気持ちとかもその頃の喜んでほしいなという気持ちからつながっているなというふうに思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なるほど。はい、じゃあもう一回私からいきたいと思います。はい、そうですね、
ちょっとスポーツ選手のメンタルに対してとてもこう興味があってですね、絵を描くときも私そのさっきも壁画の話したんですけれども、壁画ってこう一本勝負で、まあ、壁画って皆さん初めて、私自身壁画っていうものを描いてるんですけれども、初めて今日聞く方もいらっしゃると思うんですけれども、壁画ってこう壁に直接絵を描いていくんですね。そうすると例えばこういうものだと失敗したら出さなくてもいいんですよ。次のもう一回いいものができるまでこう淡々と作り上げてそれを提出すればいいんですけど、壁画っていうのは繰り返しが効かなくてですね、しかも私自身下書きをせずにこう壁画に向かうんですけれども、まあ、その良さっていうのはやっぱりこう自分自身で挑戦していく一筆一筆っていうものにはもう何もかなわないというか、こう下書きがあってその線にこう合わせてただただこう描いていくというのはとてもこう弱い絵になっていくんですね。勇気を振り絞ってここだここだここだって決めていかないとこう何も進んでいかないしいい絵になっていかないので、下書きをしないで、8メーター10メーターの、壁画に向かうっていうふうに決めてるんですけど、その時にやっぱりこう一本勝負だスポーツだみたいな感覚がありまして、挑んでいくっていう、なんて言うんでしょう、もうこの白い壁には負けたくないというか負けてはいけないみたいなこう気持ちでこうスポーツマンのような気持ちでこう向かっていかないとどうしても勝てないというか、弱い気持ちで、あ、もうダメかもしれない、もしかしたら失敗するかもしれない、さっきも伝えたんですけれども、その一枚一枚また新しいものを描いてるので今度こそ失敗するかもしれないみたいな不安感ってこうどうしても頭によぎるんですけれども、なんかそれをこう打ち破っていくとか切っていかないと、その少しでも一瞬でも頭にそういうことをよぎったら、いや違う、これは絶対に人が喜んでくれる絵になるんだとか、なんかそういうふうになんかこうなんて言うんでしょう、何か自分にこう打ち勝っていかないとやっぱりいい絵って生まれなくて、なんかそういうふうになんて言うんでしょう、メンタルに対してとてもそのスポーツマンのメンタルに対してそれなのでこう聞いてみたいなという思いがあるんですけれども、しかも普段喋るときとても緊張しいで、皆さんもなんかどうしたらメンタルって鍛えられるのかなとか、鍛えたことありますかとか、そのスポーツマンのメンタルに対して何か自分でこう考えてることとか、こう例えばなんて言うんでしょう、こういうことをなんかこうまあ、自分なりにやってきたとか、もし何かそういうのがあれば教えてほしいです。はい。ですね、野球っていうのはバスケットと違って、バスケットっていうのは点取りゲームで、失敗っていうのも目立たなかったり、サッカーのパスミスっていうのも目立たなかったり、動きの中でやっても目立たないんですけど、野球っていうのは、イチロー選手であっても10回に3回しか、ヒットが打てなくて、7回を失敗しても一流と言われる、世界の中で失敗するスポーツと、言われています。その中で、やはりメンタルをこう成長させていかないと、練習では動きはいいんだけど本番になると弱いっていう選手もたくさんプロ野球選手にはいて、僕が11年見た中でも2軍の中にも本当に素晴らしい能力を持ってる選手、2軍ですごい成績を出して、これは1軍でこれやったらすごい成績出すだろうなって1軍で呼ばれた時に、結局メンタルが弱くて自分の、パフォーマンスが出せなくて結局また2軍に戻ってきて2軍でまた活躍してっていう選手もたくさんいるんですけど、やっぱりいかにこう自分で、プラスな言葉にこう変えていくかってすごい重要で、野球の中でこうワンアウト三塁であったり、こうチャンスの時にこう打席が回ってきた時に、人間っていうのはここ自分でチャンスなんだけど、もしもボンダ三振失敗してしまったらどうしようってことがまず出てくるんですね。でそのまま打席に入っていいことは結局ないわけで、人間2種類いて、そのチャンスの時にチャンスだと思ってその場に立てる人間と、いやこれ失敗したらやばいなと思って不安のまま望む人と、2種類いる中で絶対に、プラスのカードを引いて、物事を野球に臨んでいかないといけないと僕は思ってるんですね。だから何をやるにしても
あのもちろん失敗したことでもそれを次につなげていければそれは失敗ではないわけで成功になるわけでっていう一つ一つ自分の有利なように言葉を変えてプラスのカードをどんどん選んでいけば、そのいかにこう不安なものを取り除いて不安なことではなくてこう成功したらこの4万人の中でここで1打打てればすごいヒーローになれるわけでっていうことをやっぱり真っ先に持ってこないと、その場でいい成績は出せないと思うしその差だと思うんですよね。やっぱりそういうのは練習でもそういう思いで、イメージトレーニングというかイメージしていくってことですか。そうですね、日常生活でもやっぱり不安に思うこともたくさんあるしできないんじゃないかって思うこともある中でその中でもいかに自分の言葉で変えてプラスのカードを引いていく作業の練習をしていけばその、大舞台に立った時でも、マイナスなことを考えずに、逆にチャンスの時にチャンスと思って精神状態でいける状態を作ったりこの作業ってすごい重要なんですよね。やっぱり人間野球以外もその生活の中で、はい、そうですね、はい、そうですね。まあ難しいとは思うんですけどでもなんかさっき私が話した壁画の中の様子と結構こう似ている感じがします。そうですか。あとそのメンタルの面で、結局さっきも少し2人でいる時に話したんですけれども人前での緊張しないとかするとかもそのメンタルに関わりがあるのかそれとも慣れなのか自分の中でこうどっちでどういう風だとかそういうのってありますか。人前で話すこととか、結局人間がマイナスになったり不安になるっていうのはそれまでの準備であったりそういうことがしっかりできていれば不安っていうのは取り除けると思うんですよね。僕はプロの中でこう足で生きてきた選手の中で盗塁っていうのをメインにやってた選手で塁上でこうスタートを切るっていうのはすごく不安がすごく入ってきます。このスタートを切って盗塁がアウトになったらどうしようかっていうのがまず入ってきますし野球のルール上でこの盗塁っていうのは基本的にピッチャーが投げてキャッチャーが二塁投げた時には必ずアウトになるようなルールになってます。その中でセーフになるために自分の中でプラスな言葉を探さなきゃいけない。いいスタートを切るためにアウトになるんじゃないかっていう邪魔者を消すためにプラスの材料を探すというところで、もちろんピッチャーがキャッチャーに変なところ投げてキャッチャーがこう投げにくいかもしれない。自分が走った時にでキャッチャーが取って二塁に正確なボールが いかないかもしれない。ワンバウンドが来るかもしれない。ちょっと それる可能性もあるかもしれないとか、ピッチャーがストレートじゃなくてこう緩いボールを投げた時にはセカンド前タイムかかキャッチャーまで届く時間がかかるんで、っていうことでまっすぐじゃなくて遅いボールっていう可能性もあるとかいろんなことでそうすると盗塁ってアウトになるようにできるんですけどセーフになる材料もたくさんあるんじゃないかっていうことを自分の中で、たくさん自分で心にしまっておくとその一歩目のスタートっていうのは不安な状態ではなくて走ってみなきゃ分かんないじゃないかとかセーフになることがたくさんあるじゃないかと思って走るでは結局違ってくると思うんでそういうところでやっぱりプラスの自分の中で材料をこう探していくっていうのは大事な作業なのかなと思いましたね、はい、ありがとうございます、はい、参考にします。だから不安っていうのは結局準備不足であったりだと思うんですよね。しっかり準備ができていれば不安なことは不安を感じることはないと思うし、練習でよくピンチの場面で、監督であったりチームメートからもその選手にこう自信を持ちなさいっていう言葉をかけると思うんですけどでもその選手がその場面でいろんなことを考えてやってきてなかったりとか練習をひたむきにやらなかったりすると自信は持てないわけなんですよね。自信持てとか言うけど本人やってきてないからそれは結局空自信になっちゃうんですよね。なのでやっぱりそういうところで自分が自信持てないんだったら自信を持つ練習であったりいろんなことをしておかないと結局その人が自信を持てって言ってもそれは現状打破する、サポートには なってないと思うんでやっぱり、自分で、
しっかり準備をしてやっていくことが、緊張であったり不安をこうなくす一番のこう近道なのかなと思います。で、はい、じゃあ次僕いきます。今日も絵一緒に 見させてもらって、題名をこうどのタイミングで考えるのかなとか、最初にもう題名を作ってから書くのかなとか、途中でこう思い浮かんでくるのかなとか、最後にこう書いた後にこうちょっと遠目に見ながらこう題名ってこう浮かんできたりするのかなとか、その題名の話と、書きながらこうどういうことを考えながら書いてるのかなっていうのが気になって、自分の中で最初はプロ野球で試合に出てる時っていうのはすごく怖さを感じて試合に出てました。何万人もいる中で自分が打席に入ったりするっていうのは、それだけ見られてるっていうのはすごく緊張したり、そこで打てば4万人いれば4万人を喜ばせることもできるし、そこで自分のミスで負けることがあれば、その球場にいる4万人なら4万人のお客さんを悲しませることになったり、自分のファンであったり楽天ファンだったりっていうのを考えると、ものすごい自分のその一つのプレーで負けてしまった時には悲しませることにもなるしって、すごいそういう意味ではすごい怖さを感じて試合を感じ、やってたなっていうのが、最初の方でした。まあ徐々に慣れて試合に続けるようになってからは僕も外野手だったんで後ろの方を持ってたんで暇だったんで今日の夜何食べようかなとそういうことを考える余裕まではこう出てくるようになったんですけど、最初の頃はやっぱりその怖さっていうのを感じて試合をやってたんで、書きながらこうどういう こう気持ちでこう書いてるのかなっていうのは興味がありました。タイトルなんですけれども、その作品に結構やります。例えばパッともう最初から書く前からこう決まっているものとかもあるし、そういうものはやっぱりタイトルにこう近づけていく作品になっていくというか、ああいうタイトルにしたいし、ああいう、まあ、タイトルにしたいということはもう絵がそういう絵として頭にできているっていうことなので、ああいうタイトルにするにはどういう絵になったらいいのかなとか、日々こう向かっていくっていうのもありますし、あとはなんかこんなんできちゃったみたいな、こう作品がバーッと自分のこうイメージしてたものを超えていかなきゃいけないんですね。まあそういう超えたものとして、また新しくこう自分の視覚にもこう新しいものを、自分でも新しいものを見ていくというのがこう絵画の世界なんですけれども、あ、こんな新しい世界ができた、このタイトルはどういうのがいいかなみたいに、こう完成後にこう考えていくときに、ちょっとでも頭に違和感があったりとか、ちょっとこうかか体が拒否したりとか、何かこう言葉が違うなと思うものに対してはずっとこう考えていく。でそうするとなんかスーッと入るものがある。そういうときに、あ、じゃあこういうふうにするかっていうふうにこう決めたりもしたりとかしますね。なんかこう、なんて言うんでしょう、言葉、展覧会でもバナーに自分の言葉があって、で例えば公職文化会館の今ショーホールの方でメイン会場で、展覧会しているんですけれども、ショーホールにもバナーでこう自分の言葉が掲げられてるんですけれども、そういう言葉は悩んでる時にはこう出てこないんですね。こういい絵が描けたりとか、こう思いの感情が高ぶってる時にスーッと出てきた言葉をこうメモしといて、その言葉をこう提出すると、なんて言うでしょう、結構こう学芸員さんとかにもすごくいい言葉だねというふうに褒められたりとかする。素直な自分のなんかこう言葉、違和感のない素直な言葉であるかみたいなところをこう大事に探し続けているという感じがあると思います。あとはですね、絵描いてる時には本当にこれは結構いつも話したりもするんですけど、芸術ってその、まあ、一人でこう白い画面に毎日向かうわけですよね。もう会話をするっていうと絵と会話するしかないみたいになってくるんですけれども、そうするとまあ
そのなんて言うんでしょう、自分自身の自己満足でこう絵画ってこう完成してしまうことってとても多いと思うんですけれども、実は絵画っていうのはその完成した絵画を例えばよろず屋さんのこういうところに展示して、ここを鑑賞者の人が来るっていう次の会話をイメージしてないと、絵画っていうのは独りよがりになってしまうなというふうにとても思っていて、私自身の絵画のとても大事なところは、展示した時にお客さんと会話ができるかという、会話というのはそのなんて言うでしょう、私が例えば光を描いているといった時に、光を描いているというふうな答えを同じにイコールにしなくてもいい、しなくてもいいんだけれども、これは何なんだろう、光なのかな、あれに見えるなという、その対話ができるかというところをとても大事にしていて、描いてる時にはたくさんの時間自分の、キャンバスの前に長い時間立っているということは、いつも問いをしながらその人と会話をしているなというところだと思うので、長い時間その画面に立っていられる絵画になっていっているかという、他者の目線をとてもこう大事にしながら、そして自分の、描きたいものっていうのを描き続けているかという、自分の心に対してもこう素直に、なんて言うんでしょう、画家の人ってこう内に内に入りやすいと思うんですけれども、社会と必ずつながっていて、誰かが必ず見ていく、見せたい絵なんだというところをとても大事にしながら、制作しています。あと一個ですか。はい、こうなんか歌手の人でもこう何かこう歌詞が上から降ってきたとかよく言うじゃないですか。なんかね、そういうのでこうパッてやってこう書き始めたりっていうのはあるんですか。そうですね。ないかな。今あるって言おうとしたんだけどなかったです。なんですけど、それやっぱ歌う人多分言葉だからこう降ってきたりすると思うっていうか、なんて言うんでしょう、その夢見るみたいな感じで、なんですけど、絵画の面白いところは、自分が生まれた時に持っている本能的な部分とかもこうね見えてくるんですね。例えば私のキラキラこういうひし形の先がそれ違うんですよ。これじゃあ誰もイメージできない。キラキラの作品ってあるんですけど。なんですけど、そういうのとかも実はこう写真で光をもともと収めていたりとか、イルミネーションが好きだったりとか、そのキラキラの形っていうのは今こういう形になってるんですけど、常にやっぱりそういうものに魅力を感じていた自分に気づいたりする時があるんですね。だからなんか生まれた時の性格とか、なんて言うんでしょう、人間で言ったらそういう何かこう持っているものをに気づいていくみたいな行為かなというふうに思ってます。絵って結構性格出るんですよ。この人らしいなっていう絵にどうしてもなっていくのは、やっぱり内から生まれたものを吐き出して絵にしていくので、とてもなんか人間味のあるのが芸術というか、人間自分の鏡みたいなものが絵画になっていくので、私みたいな絵というのがそのまんまそういうことかなというふうに思ってます。なんか性格を言われるみたいな、性格に対してこういう感想が来るみたいな感覚かな。ちょっと話がずれました。性格出てますか。これはだってね、性格出てるなこれ、出てるなこれ、ダメだわ。ダメじゃないけどね。そっか、いい性格出るね、出るね。出てる。でも、何て言うんでしょう、野球に性格は出ますか。なんて言うんでしょう、これはやり続ければ出てくるんですよ。そのただ単にこうただ今日描いたのにはあんまり見えないんですけど、描き続けてると結構その色とか形とかにこう性格が出てくると思うんですけど、野球はそういう性格って出ますね。性格というかみんなバロマンになってくるんですよ。みんな画が強くなっちゃう。それはなんでですか。いや、素直さがなくなるから。どうして。自分はこれだって分かんないですけど、
までこの上り詰めた人って結局は変わり者であったり、言葉を悪く言えば変態であったりじゃないとこうやっぱり一流になれないと思うんですよね。やっぱりこうよく言うんですけど、丸バツクイズをした時に99人がバツ言っても一人でこう丸をいけるような人じゃないと一流になれないと思うし、あみんな動いたから、あじゃあ俺もみたいな、じゃあ練習みんなキャッチボールやってるから自主練習、じゃあ俺もキャッチボールやろう、じゃあ一人でじゃあ自分足りないところを見つけてこうやれるのがやっぱり上り詰めた人だと思うんで、言うこと聞かないんですよそういう人って。だからコーチや監督は大変だなと思うんですけど、全然話せない。じゃあ分かりました。じゃあ今は絵を描き続けているコーチさんですが、今後の目標というか、僕で言えば2013年に楽天が日本一になったっていう野球選手であればこう日本一をこう目指して最終目標でやってる中で、このコーチさんにとってのこう最終目標というか最終地点みたいなものってどこなのかなっていう、もしくはこう ないのかなとか、そこら辺ですかね。はい、ですね、私自身小さい頃にその夢を画家として選んだきっかけが描き続けていこうという思い、ただ それだけでこう選んだんですね。こう画家になりたいとかその大きい何か、例えば野球選手になりたいとかそういう何か思いがあったというよりは続けられることを選んだというのが、本当に中学3年の時に絵画を選択したきっかけなんですけど、なのでなんかこう絵ってその野球選手ってやっぱり終わりがあるけれども、画家っていうのは実は健康であって描ける気持ちがあればずっと描いていけるな、まあ手がもし動かなくなっても描き続けたい気持ちがあれば何かで表現していける、なんかそういうなんか永遠のものだなというふうにとても思っていて、なのでこの町中華美術館もそうなんですけれども、町が色でいっぱいになればいいな、人の心がこう色でいっぱいになればいいなという気持ちで今回こう展覧会を千曲市全体を色とりどりにしたい、人の気持ちも色とりどりになればいいなという願いでこう今回展覧会させてもらってるんですけれども、そういった意味でもなんかキリがないというか、永遠にこうこれが限界というところがないので、本当に貧しい国の子どもたちにワークショップしに行ったりとかもするんですけど、キリがないじゃないですかね。だからできるだけ自分の関われる世界を色とりどりにしていきたいなという思いを持ち続けながら向上していきたいなというふうに思ってます。りょうくんの方はどうでしょうか。子どもたちといつもそのオフの時にみんなで飲み会するんですね。その時に何て言うんでしょう、オフなのに野球教室無償で行ったりとか、本当に選手の時から何て言うんでしょう、忙しそうだったというかオフも忙しそうで、無料でそういうのを子どもたちのところに走っていける人なのがすごいなというふうに思ってたんですけれども、なんかこう、子どもたちに関わっていくこれから今後なんかこう自分自身どういうふうにどう考えているのかなというのをちょっと最後に教えてください。千曲市の子どもたちっていうのも今まで以上にこう関わっていけるような時間も取れていくと思うんですけれども、そんなようなことも最後に教えてください。はい、今無償で野球を教えたりってすごくいい話だったんですけど、3年6億で監督やりたいですね私もやりたい6億でやりたい夢は監督ですか無償では無理ですけど無償では無理ですけどっていうのは冗談なんですけど、もちろん現役をやってきて今野球を、違う角度から今見てます。解説の仕事もあったりしてよりこう違う角度から野球を見て喋る難しさであったり野球を違う角度からこう見えるものがあったり
してよりこう野球の深みを今感じたりして、まあ、もちろんあの子どもたちを教えて、まあ、5歳児から中学生まで教えている中で、そのクラスに応じた言葉を自分では分かってるけど、それをこうその生徒に対して砕いて砕いて砕いて伝わるようにっていう、その砕きの作業、伝わり方の勉強であったりっていうところで、引退はしたんですけど、いろんな角度からこう野球の深みをもっともっと今勉強してる最中なので、よりこう野球の深みを感じながら勉強しながら、もちろんこちらの方で地元の方でも野球の人口が増えるような活動であったり、自分がどうやってこう野球選手になっていったって今日みたいな話なんかも地元でできる機会を増やして自分できることをやっていけたらいいなと思ってます。なんかもう一個皆さんにお伝えしておきたいなと思ったんですけど、さっき私が誰かの何かになりたいと、こう言葉で結構テレビでもこの言葉をよく使うんですけれども、本当にそういう気持ちで絵を描いてまして、なんかそれを話したら僕もそうだよというような返事を前もらったんですね。で同じ気持ちなんだというところに野球選手としてびっくりしたっていうのがありまして、あとなんかこう同じ気持ちなら同じように一緒に盛り上げていけるなというふうに、なんかその時に何かしたいなとこう思ったのもきっかけで今日があるかなというふうに思います。質疑応答いきますかね。なのでありがとうございました。質疑応答の時間を少し取りたいと思うんですけれども、私なんかはまだ展覧会で質問もできる時間もあると思うんですけど、藤沢君今日いるので、もし彼に あるとらいうか、どうぞたくさんしてください。私にもあれば大丈夫です。何かありますか？何でも大丈夫です。成功してるのはお聞きしてるんですけど、あえてちょっと意地悪ですね、ちょっとさせていただこうかなと思います。こんだけ成功してるんで、もしかしたらあやっちゃったなっていう、こうなんかものすごい大きな失敗とかももしかしたらあって、それを糧にしてなんかここまで来たんじゃないかなと思うんですけど、そのターニングポイントというか何かやっちゃったなっていう時のそういうなんかエピソードみたいなの教えていただければ。僕の場合は高校野球の時に松代高校で野球をやって、自分だけやっぱ飛び抜けた存在ではあったんですね、他の野球部の部員に比べて。その中で大会に臨んでデッドボールを受けたことがあって、で自分が肘に食らってそれが痛くてこう途中交代してそのまま病院に向かったっていうことがあって、で骨は折れてなくて打撲で済んで、その試合を負けてしまってグラウンドに戻って監督に打撲でしたって言った時に、監督にめちゃくちゃ怒られたんですよ。自分の中ではこうデッドボール当たって病院行ってるし大丈夫だったかってこう心配されるのかなっていう自分がいる中ですごいびっくりして、でもその監督の引退してこう一緒にご飯を食べる中で、やっぱりこうチームを背負ってる中心選手でやってるお前がそういう痛みにこらえてでもこう出る姿勢がこう大事だったみたいな言葉をもらって、やっとその当時のそのモヤモヤが消えたことがあったんですけど、やっぱり、プロで僕11年なので大きな怪我をしたことがなくて、それっていうのはもちろん、試合に出ながら、
腰痛であったり、まあ、万全な状態で試合に臨むことってほとんどない中で、あちこち痛い中でこう、試合をやってたんですけど、やっぱりそのターニングポイントとしてそのチームを背負いながら痛みにこらえながら試合に出なければいけなかったっていう高校時代のその教訓っていうのがあるんで、自分から監督にちょっと足痛いんで今日外してくださいとかそういうことは一回も言ったことないし、監督から疲れてるから外すかって言われた時でも大丈夫です、やりますっていう形で11年間こう怪我なくやってこれたっていうのは、その高校時代のデッドボールの事件が大きかったのかなと思ってます。私はですね、2008年に長野に拠点を移して、まあ、2010年ぐらいから壁画の活動を始めてるんですけれども、まあ、画家ってそんなにこうお金を稼げない人が、まあ、ほぼだと思うんですけれども、私の場合ももう本当に運よくというか、本当に皆さんのおかげでというか、こう自分の、ちゃんと 絵からこう生きていけるようにこうなり始めの頃に、そのお金をいただいて、で結局こう依頼でこう制作をしていくと、もういただいてるから何て言うでしょう、このくらいでもまあいいかなという、何て言うでしょう、やっぱりこう全然こうダメではないんですけれども、絵画が全然ダメではないんですけど、ちょっとそういう頭をよぎって年がありまして、でなんですけれども、こう、まあ、それからこう改めてこう今に至るまでに、こうなんて言うんでしょうね、まあ、何もかも全てお見通しだなというか、その絵を見る人って、例えば専門の評論家じゃなくても、その一般の人でも必ず自分のこう絵の妥協点とか、その思いっていうのは必ず伝わっていくから、っていうのはこういい顔されなかったんですよ、あんまり。それをこう半年ぐらいかな、なんかこう出し続けた時にあんまりこう表情が良くなくてですね、まあ絵っていうのはどう感じるかは本当に人それぞれなんですけれども、自分にこう後ろめたさがあったっていうのもありまして、やっぱり完全に全てこう自分自身の全てって伝わっていくから、妥協なく書いていこうというような思いにもう一度戻って、書き続けているというのがあるのと、あとはですね、壁画なんかは例えばですけれども、じゃあ10万円だったとします。そしたら30万円に見える絵を描こうというふうに最初から思っているというか、10万円に見える絵を描いてもなんかこう不安なんですね。ちゃんとこうこれは喜んでもらえてるのかなっていうのがとても不安で、30万円ぐらいの絵に仕上がっていれば、まあ、どんなものを描いてもそんなにこう悪く思われないんじゃないかというのがあって、その描く時間とかも6時間で日々終わってもいいところを、例えば12時間ぐらい毎日こう向かって、自分自身の満足いくところまでこう持っていって、限界までその納期があるので10日間限界までやりきってこう提出すると、やっぱその人の笑顔を見た時に喜べるというようなところがあって、絵画は全て映るんだというところにもう一度戻ってきたというのがあります。ありがとうございます。他にありますか？今日ちょっと千葉から来てるんですけど、主にビジターで千葉でプレーしているところを見させていただいて、でこうすごい気になってたのが、まあ、楽天なんで仙台が本拠地でプレーしていて、そこでは多分プレーしやすいと思うんですけど、こうビジターでどっか交流戦含めて11球団と戦う上で、ここだったら楽しみで、なんかこうさっき休みがない大変だとかっていう状況の中で、あ、次は例えば博多だから楽しみだなとか、札幌だからこう美味しいもの食べれるなとか、なんか どっか行くときに、ここだったらなんていうか、例えば10連戦とかあるときもあるじゃないですか。はい、そういう時に苦痛にならないというか楽しみにできたところとかあるのかなっていうのが気になったんですけど、はい、
そうですね、野球選手は休みが少ない中遠征が多いので、やっぱりその地方の美味しいものを食べてリフレッシュ、心を癒すっていう選手がほとんどですね。特に楽天の場合はパ・リーグでやっぱり札幌であったり福岡がやっぱりみんな好きですね。千葉マリンスタジアムの周りに何もないじゃないですか。風が強いだけなんで。風が強くて何もないですよね。すごく綺麗な街なんですけど、出歩くにはちょっと遠いですよね。なんで、海浜幕張の駅の焼き肉屋さんですね。実践ですよ。石火さん。そうですね。そうですね。千葉の石火っていう焼き肉屋さんに選手も結構行くんですけど、それぐらいですよね。でもあそこの焼き肉さん美味しいですよ。高いですよね。やっぱり千葉じゃねえやつだね。やっぱり北海道と福岡ですよね。はい、まあ、みんな楽しみにしてます。こんにちは、長野インターネットほすごくと申します。お久しぶりです。画家の越智裕と申します。そうですね、私自身広く美術アートがたくさんの人に広まるようにもっと何をしていけばいいのかっていうところにこうぶつかっていたんですけれども、まあ自動的に県外の仕事とか海外の仕事も増えまして、嬉しいことに年間の3分の1半分ぐらいは海外と日本の、県外の方で活動もさせていただいてたんですけれども、今回千曲市の方から展覧会をしてほしいというお話をいただきまして、2年半かけて、世界初だと思うんですけれども、町中が美術館というタイトルをつけまして、町全体を美術館にするという形の展覧会を今回させていただいてます。そうですね、私自身その絵画を描いて美術館に展示するとかギャラリーに展示しての展覧会っていうものを超えた壁画だったりとか、お酒のラベルだったりとか、ドラムのペインティングだったりとか、もっともっと違うジャンルの人たちにこう枠を超えたアートっていうのをできるだけ触れていただけるように提供してきたと思ってますので、なんかそういう意味で町中を展覧会場にしてコラボレーションだったりとか、何かそういうことをできたら私自身の活動の中では私だけができるものかなという思いがありまして、今回させてもらいました。まあ、遠くのことは見てないんですけれども、目の前のことを大事にしながら、そして世界のことを大事にしながら向かっていきたいかなと思ってます。ぜひ今向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネットほすごくと申します。はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。今日はですね、八代出身の越智裕さんと、一緒に八代を盛り上げようということで、ファンの方、お互いのファンの方を交えて、パーティーを、日食パーティーを行いました。2018まで現役だったので、2019から、アカデミーコーチとして、子どもたちに教える活動をしています。今はですね、仙台を中心に、5歳児から中学生までを野球を教える活動をしています。指導ポイントは何でしょうか。まずは子どもたちに心を開いてもらうことですね。やっぱり厳しいことを言っても難しいことを言っても子どもたちはハテナマークっていうことが多いですから、
っぱり自分が子供同世代のように自分がなって子供たちとこう笑いながら、子供たちがこうプロを開いてくれて、それからやっと野球の指導に入ると思ってるんで、まずは子供たちとこう仲良くなることから。地元出身のその地元ではどうなるでしょうかね、今後。そうですね、まあ、社っていう町も、もっともっと盛り上げていきたいと思いますし、社で育ったっていうこともあるので、たくさんの人に応援されて野球選手やってきましたんで、自分がやってきたことを、引退した後何か貢献できればと思いまして、地元で野球教室をやったり、講習会をやったり、自分にできることをやって、地元に貢献したいなと思ってます。ぜひ地元でも、そして新しい夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。